はい、皆さんこんにちは。今日はですね、偽物の SSD に騙されたというようなお話をしたいと思います。まあ騙されたといってもですね、買う前からちょっと怪しいことは分かっていました。それはどういうことかと言いますと、早速お見せしますが、今画面に映っているようにAmazonで16テラバイトですよ。そんな SSD が9860円。実はこれではなくてですね、購入したのはちょっとお見せしますけれども、注文の内容の詳細を見てみましょう。はい、ここにありますように、商品の合計1999円からですね、4000円引きで6599円。これで購入したんですね。6599円という16テラバイトの SSD なんですね。そしてここに星が 4.3 というふうになっています。で、まあいいんだろうという感じでずっとレビューを見てみました。そうすると全く問題なしとか、使いやすいとか、また購入したいとか、こんなような形でですね、もう5つ星が並んでるんですね。あれ、これはおかしいんだけれども、ダメ元でですね、 Amazon の場合はもうワンクリックでですね、返品が効きますので、一応注文して皆さんにもこういうものがどんなものかというのをね、お話ししようと思ったんです。例えばよく似たものにですね、ここに4テラで 13,999 円というのがありますよね。で、これ押してみましょう。クーポンで 20% オフですので、これも1万円ぐらいで買えるわけですね。じゃあ、これを買ってみるという時にですね、こういうふうにコピーをしまして、そして世の中には便利なものがありますね。桜チェッカーというようなものがあるんですね。Amazon 限定の桜チェッカー、これをやってみましょう。ここで今のものを貼り付けます。そして GO と押しますと、はい、ここにですね、同じような名前で桜度というのがありまして、 99% 危険というふうになっていますよね。ここらを見ても危険とかですね、危険危険が並んでいます。合格というのがあります。これはまあメーカーがバッファローなんでですね、4テラというのは普通は46,980円ぐらい、これが当たり前なんですよね。でもまあ最近はこういうメーカーものじゃなくて安いものというのはありますけれども、こうやって危険危険とかいうふうに出てるわけです。そしてここに1テラで9385円とかですね、僕が今まで使ったものでは、このキオクシアという会社、これは僕が今も使ってるんですね。それが19,80円、だいたいこのぐらいするのが普通なんです。でもこんな感じになってるんで、ちょっと他も確かめてみましょう。できれば安いのが欲しいですよね。これ2テラで8,599円、この商品見てみましょう。この URL ででも分かるので、ここでもう一度貼り付けをしてみましょう。これもですね、桜像は 99% です。こんな風になっているのでですね、Amazonといえども怖いわけです。何が怖いかと言いますとですね、今回のものは容量詐欺というのではないと思うんですね。もう一度最初に戻ってみましょう。僕が購入したもの、これですね。最後にこの商品を購入したのはという風になっています。届いた商品をお見せしましょう。これが届いた商品です。ポータブル SSD 16TB というふうになってますので、これをパソコンにつなげてみましょう。僕が使っている USB のケーブルです。タイプ C の口になっています。はい、ちょっとピンとぼやけてごめんなさいね。タイプ C です。
ついてきたものがですね、こんな短いケーブルなんですね。これではちょっと届きにくいし、まあケーブルはできれば短い方がいいんですけれども、ちょっと紫色してるんですよね。なんか怪しいなと思いまして、確実なものに交換しまして、タイプ C から変換のためにこのようなタイプ A にですね、交換するためにちゃんと 3.0 の青いのをつけています。こちらにつないでみますね。はい、こちらの方はこのようにつなぎました。これから USB ハブ、それも 3.0 のところにつなぎたいと思います。にぎやかなデスクトップです。すいません。刺します。刺しまして通電しましたら、このようにね、光りました。そうしまして、このようにですね、 D ドライブというのが認識されました。ちょっと PC で見てみましょう。はい、この SSD、D ドライブですね、これです。これをクリックします。今は中身は空っぽですね。そして戻りまして、プロパティを見てみましょう。容量はですね、このように16テラ、まあ右の方を見ると 15.2テラバイトということで、まあ容量は一応はある。まだこれでは本当はあるというのは確定ではないんですが、一応は15テラバイトあるわけですね。そしてちょっとファイルをですね、コピーしてみましょう。この D を開いておきます。ちょっと画面を小さくしておきますね。そしてもう一つウィンドウを開きましょう。僕の持っている SSD、 ここで動画編集とかをしているこういうものがありまして、じゃあこれ容量的には 1.85GB ありますね。これを一応ここにコピーしてみましょう。はい、一応コピーはできるんですね。でもこんな速さなんです。はい、今 13.4% ですね。これの 5,6 倍かかるわけですよね。ちょっとこの辺でショートカットして飛ばしますね。今終わりました。ざっと2分以上かかりました。一応コピーはできましたから、あまりパソコンのことが詳しくない人にとっては、あ、まあなんとかできるよねというふうに思ってしまうかもわかりません。ただしですね、このファイル、このようにしてコピーをしますね。そして C ドライブ、これも内蔵 SSD ですけれども、このダウンロードのホルダーのところに貼り付けてみましょう。はい。はい、今ノーカットです。2、3秒で終わりましたよね。これが普通なんです。あれ？おかしいぞ。思いますよね。こういう時にはぜひともですね、また概要欄にも貼っておきますので、こんな便利な有名なツールがあります。クリスタルディスクマークというベンチマークがありまして、こんな画面なんですね。ここで64メガというこういうサイズでですね、テストやってみます。ドライブを、そうですね、 G ドライブ、これでやってみましょう。これは前から使っている SSD です。約 4,500 の速さがあるというようになっているちゃんとしたメーカーの SSD です。これでテストをしてみましょう。今のところはシーケンシャルのこのテストだけやってみます。読み込みと書き込み、これを見ててください。はい、できました。432と書き込みが386。これがだいたい一般的な SSD です。僕のパソコンの能力のこともありまして、500という数字が出ていませんが、まあこれぐらいなら OK ということです。じゃあこれを先ほどの D ドライブ、これでテストをもう一度してみましょう。
はい、できましたね。400台という先ほどの数字に対して13とか12とか、こんなですね、もう人を笑わすんじゃねえでって感じでですね、何倍ですか、まあ仮にざっくりで20でですね、2人が4ですから20分の1というような速さになりますから、コピーをするにしても約20倍以上ですね、時間がかかるような SSD ということになります。まあこれはですね、即刻返品対象になります。こういう時、返品する時はですね、注文履歴から返品というのは、ここでこのようにですね、ちょっと下のやつで商品の返品というのありますよね、こういうふうなボタンがありまして、僕はもうこれをやってありますからですね、その返品状況というのを確認してみましょう。リクエストをされましてですね、明日黒猫ヤマトがですね、自動的に取りに来る、もうラベルを作ったりとかそんなことをしなくても、黒猫さんの配達員さんが専用のラベルを持って取りに来てくれます。まあその辺のところはアマゾンで買っておけば安心です。でもこんなようなことになるわけです。皆さんが今後被害に遭わないようにですね、こんなような手紙も一緒に入れてあります。500メガバイト秒を歌って販売をしています。それが300メガバイト秒ということなら環境であることです。測ることを知らない方なら遅いな、これ本当に SSD と思いながらでもですね、使うんではないかなということで、今のベンチマークのこれですね、これをつけて、そしてまああとちょっと続きもこのようにあるんですけれども、最初からおかしいとは思ってましたがというようなメッセージをつけております。ということでですね、整理をしますと、もう最初から怪しいなというのは思いながらもですね、まあもう返すことも考えてですね、皆さんに実験ですよと Facebook のグループの仲間とかには話をしていてですね、そしてある人が桜チェッカーで見たらと、あ、そうだったそうだった、僕ももちろん桜チェッカーは今までも何回か使ったんですけれども、それで見たらですね、もう危険危険危険とですね、何度も出てましたので、まあそういうことだろうなというふうには思っていました。でもまあ来て実験をしないと分かりませんから、見た限りですね、このようにランプもつくし認識もするし、まあなんとかいけるかなと思ったら、ファイル転送はできたんですが、あまりにも遅いからですね、このベンチマークを走らせたらですね、なんと500メガバイト秒のはずだったものが 13.38 メガバイト秒というですね、驚異的な遅さでした。皆さんも購入されるときはですね、まあここまで悪かったらちょっと遅いなというのが気がつくと思うんですけれども、大抵の人はファイルが一応送ったりできますので、こんなもんかなとか思いながらですね、使ってしまって返品期間が過ぎてしまう場合があります。ですから安かろうでも悪くないものもあります。僕は最近テムという激安のショップでですね、買ったりして、今のところ20アイテムぐらい購入しましたけれども、まあこれは全然ダメだったかなというようなものは、ワイヤレスマイクで何百円というのがあって、それは音が悪いとかじゃなくって、ちょっと遅延が多すぎてですね、自分の声がああああぐらいの速さでですね、エコーがかかってしまうぐらい伝送速度が遅かったんですね。でもそれは何百円だったから返品もしませんでした。でも残りの 95% 以上はですね、え、こんな安くていいのと思ったものがまずまず使えていますので、当たり外れというのはありますが、特にパソコンとかそういう電気物のようなもので知識がない人はですね、やはり安心なメーカーの標準的な価格のものを購入されることをお勧めしたいと思います。今日は
ずっこけなレポートをさせていただきました。ありがとうございました。またねー。